はい、おはようございます。アンクルです。12月に入りました。ちょっとナビがうるさいですけれども、今現在、豊橋方面に向かっております。国道、23号線ですね。天気いいっすね。ナビがちょっとポンコツなので、ルート変更ばっかりですけれども、皆さんいかがお過ごしですか。非常にいい天気ですね。今日もほぼほぼ快晴です。非常にいい天気でね、風もまあまあ若干ありますけれども、なんとか、走行できております。気温もね、朝5度とかね、6度、もう1桁、もうじき来週ぐらいになったら、0度だとか1度だとか、非常に厳しい季節になってきました。今年もね、少しで、暮れてしまいますけれども、今日はですね、久々に、渥美半島、伊良湖岬ですね。伊良湖岬の灯台まで、先っちょまでちょっとプチツーリング行ってみたいと思います。もうこの時期、大体は山の方面へ無理なので、大概海方面行きますけれども、海はね、風が強くて非常に厳しいんですけれども、そこそこ今日は穏やかなので、ちょっと糖質と夏ということでやってみたいと思います。やっぱりね、今日天気いいのでバイカーの方もたくさん出てきております。後ろにもね、ちょっとメーターがついてますので、まあ、あんまり無理せずね、ゆっくりのんびりしたいと思います。今日はね、目的はまあ伊良湖の先っちょまで行くんですけれども、またまた久々にね、ツーとか、ラーツとかをちょっとやりたいなと。でまた、ちょうど1週間前にまでね、ちょっとこのバイクを半年点検出してまして、それのちょっと調子で、見たいなと思って、乗ってます。まあ問題ないんじゃないかなと。もうじきですね、これも今1万4700キロということで、今年初めて3年目の車検を受けて、それから半年、まああんまり乗ってないんですけれど、まあまあ毎回ね、点検受けてメンテナンスをやってもらってですね、安全に乗りたいということで、今日はね、先週まで PCX 乗ってまして、それの感覚に、たった1週間なんですけれども慣れてしまって、この GL 乗ったらですね、もうめちゃくちゃ重い。ハンドルは重いし、自由は効かないし、もうねえ、もうめんどくせえなぁと。ただまあこういう風にしてね、長距離のツーリングに行くと非常に楽してね、乗っててね、ちょこんと乗ってりゃアクセルビューンと吹かせば、その分ね、出てくれるので全然気兼ねないんですよね。冬場になったら、まあ冬場用のまあグローブをこれ
やるんですけれども、これ太一のグローブなんですけどね、ちょっとね硬くてかなり握力いるんですよね。これもうちょっとね、一日このグローブ履いてると手が痛くなって、で疲れるのでちょっとやめとくと、全然そのまんまでやっぱり硬いままになっちゃうんですよね。で硬いので握力いるから柔らかくなんないし、もう買って3年近くなるんですけど、でまあ冬用なので当然夏は履かないんですけども、まあ、そうなるといよいよまたガチガチで、もうほぼほぼ結構新品っぽいんですけどね、なんでこんな硬いの買っちゃったのかな、ちょっとしんどいです、握力がいります。もうちょっと柔らかい方が良かったな。これはしんどいぞ。波が高い。風が強すぎるぜ。すごい。これはどう見ても北陸の海だ。とんでもないな。あの貨物船すげえ。うわ、波が高い。サーフィンにはいいかもしんないけど、おお、あれはすごいぞ。ただいまちょうど12時です。イラコの先にまで着いたんですけれども、ちょっとね風がかなり強いです。こんな予定ではなかったんだけどな。本当ならね、この先っちょのところまで、歩いてですね灯台まで行きたかったんですけれども、ちょっとね風が強い。おお、車体が揺れそうだな。さてと、おお、強い風だ。ここはね海水浴場になっています。まあ見えるかな、見えないかもしれないですけどね。右はねシーサイドゴルフ場ですね。これはね網のあるところね。ここからなんかね、強いぞ風が。これはどっか北海道行ったような感覚ですね。ほとんどの、あの海岸通り。よー、やべえぜ、向かい風がバリバリ半端ねえ。前方にある映ってないかもしれないですけども、煙突の煙がね左から右にかなり強烈。おー、すごーい。でこの暴風林があって、この先
ってと海岸線通り、本来ならねもっとね風が弱ければいいんだけど、北陸並みだな。北陸これね、北海道だ、北海道、ひょへー、北海道だよ。散々 YouTube で見た北海道の景色です。多分行くとこんな直線ばっかりで、まあヤシの実はないと思うけどね、ヤシの木はね。これは今日トンビはね、風受けて非常にいい感じで、うわー、ヤシの木がもうね、すごいな。ひどい、これはちょっとなんじゃないの。砂が道路にいっぱい。ここはね、初めて来ましたね。あ、公園だこれ、右側は松林もね、低くね、垂れ込めちゃって、先っちょが全部左から右に斜めに倒れてるね。北海道疑似体験。あ、車結構いるね。日の出を見るのはもしかしたらいいかもしれないね、これ。ちょっとビュースポットっぽいな。あそこの前方のところで多分行き止まりになっちゃうんだろうな。なので、よいしょ。あ、こっちもちょっとあれだな。映らないぞ。風車こんな近くで来たの初めてだな。近寄るなって言うとなんか近寄りたくなるし、おお。
映ってっかな、風車が目の前で動いてます。音もなく、よくこんなの作ったな。危ないから帰ろう。約1時、13時ですね。結局風が強すぎてですね、ここの場所は無理ですね。どう見ても火を起こせるような状態ではないですね。ちょっとやっぱり諦めて、今日はちょっと遠慮しときましょう。また次回ね、風の収まった時に来るということにしましょう。ちょっとあまりにも風が強すぎました。